2020年3月4日水曜日の木村佳子の気になる銘柄です。今回はオリンピック開催の方向、選手は準備をという IOC の発表を受けまして、まあこれは喜ばしいことなんですけども、その一方、不思議すぎる日本の政策、内閣支持率はどうなってるんだろう、株価に影響することごと外国人投資家の動向などについて注目しながら気になる銘柄としたいと思います。さてですね、 IOC 会長のバッハさん、こちらですね、スイスのローザンヌで国際オリンピック委員会、この冒頭でですね、東京オリンピック成功に向けた準備のための理事会と力強くおっしゃって、予定通り実施する方針を改めて強調したという報道が届いております。オリンピック開催の方向ということですね。まあこれはこの開催に向けて準備されてきた方々にとっては朗報ですよね。やれやれということだと思います。一方でですね、日本にはたくさんの訪日客がいらっしゃってますよね。地域別訪日客の推移数をまとめたものを見つけました。こちらは2019年11月までのデータなんですけども、圧倒的にたくさん日本にいらっしゃっているのが中国の方々です。それに続きまして台湾、そして、香港と韓国が同じぐらい、そしてタイなど近隣諸国の方々が、まあ、日本でオリンピックするらしいということでですね、まあどんな国かまずは試しに行ってみよう、そしてオリンピックの年にもう一回来ようなんていうことをアベノミクスでは期待をして、観光立国化を進めてきたわけですけれども、ここに来ていろんな問題が出てきてますよね。そして、訪日中国人の方、1月っていろいろあったじゃないですか。ですけども、22% もたくさんいらっしゃってるんですね。まあ、この今回のいろんな影響が2月には出てくるだろうと言われてるんですけれども、しかし、まだ1日800人もの観光客の方が日本に続々といらっしゃってるんですよね。1日に800人ということは、1週間で5600人、いいんですかね、いろいろなことを考えますとね。まあメリハリつけた政策を望みたいところなんですけれども、メリハリのメリの方ですね、私たち国民はこうした状況であるから、出歩いちゃいけないよ、集ってはいけないよと言われて、経済的な大打撃を受けながらも我慢してるんですけども、水道の蛇口の方がダダ漏れですからね、ちょっと納得いかない方も多いんじゃないでしょうか。どうして日本人がですね、中国人の方、ちょっと今具合が悪いからいらっしゃらないようにしていただけませんかということが、どうして言えないのかなっていうことは、不思議がってる方たくさんいらっしゃいますね。理由はですね、観光客依存の経済政策のリスクだと言われております。まあ何しろですね、たくさんの方が1日800人、今でもですよ。今日の時点でも1日800人いらっしゃってる。そんな段階で観光消費額の大きさもあるし、そして、まあ、延期になったとはいえですね、あの方の来日のための友好ムードに配慮する政治家の方々もたくさんいらっしゃるそうですね。そして東京オリンピックが開催されるときに最も期待してるんですよね。かの国の人々がどっとやってきて、どっとお金を使ってくれるから、来ちゃいけないとは言えないじゃないかと言ってるわけですよね。なんかちょっと本末転倒な気がするんですけど、皆さんはどう感じてらっしゃるんでしょうか。こちら2月の26日の朝刊で、内閣支持率を測ったものが東京新聞に載っておりましたね。共同通信が実施したのが2月の15、16、この時には不支持率が上回りまして 46.1%、 そして日経新聞、テレビ東京が実施したのが21日から23日、この時も不支持率が 47%、 そして産経新聞、フジテレビが実施した時には、これは22、23なんですけども、46.7% ですからね、5割近い方々がちょっと政策良くないんじゃないの、内閣不支持だよねと言ってるわけですね。そして安倍政権支持率、直近のトレトレのもので見ていきますと、
まあ、今回ですね、支持するという方が 14.3%、まあ、どちらかというと支持するという方が 27.9%、 どちらでもない方が 9.9%、 どちらかというと支持しない方が 18.3%、 断固支持しないという方が 29.6% なんですね。まあ、2月のこの選挙 .com が実施した時の前回は 32.4% でしたから、若干ですね数字は減っているものの、それでもやはりですね5割近い方々がちょっといかがなものかと思ってるわけですよね。まあ、たくさん日本に来ていただいて外国人の方がお金を使ってくださるのはありがたいんですけれども、とはいえ、観光客依存しすぎは危ないんじゃないでしょうかね。そして外国人投資家は、これ一週遅れのデータしか出てこないんですけどね、どうやってるかということですけど、このブルーのラインが外国人投資家の日本を買ってるかどうかっていう、日本株を買ってるかどうかの推移なんですけども、ちょっとね直近では減ってる状況ですね。個人の方が少し増えてると。で、日経平均株価はこのだだ下がりという状況ですよね。まあ、何しろ為替はこうなってるんですよ。円高なんですよ。107円、161円、おそらく106円台にはねこれからたびたびつけていくでしょうし、場合によっては105円とかね、もっと円高が進む可能性があります。外国人観光客と為替は重要なんですよね。何しろ彼らにとってみると、円高ですとね、日本でお金を使うときに割高感に直結するんですよね。で、この円高が進みますと日経平均株価も影響を受けます。値下がりすることが多いですよね。ですからやっぱりこの為替が物語っているのはアベノミクス、もう昨今すっかりアベノミクスって言われなくなりましたけど、安倍さんの経済の政策につきましては、ちょっと外国人依存度が高すぎて、東京オリンピック開催といってもですね、今年の冬から来年の春、また同じような状況がね、続く可能性がありますよね。まあ、これじゃあちょっと、いくら安倍さんの政策を応援したくても、国際社会や日本国民の経済的な打撃、観光客のお金を当てにして、日本人は出歩くな、集うな、経済的な打撃には辛抱しろ、でも、他の国から1日800人は受け入れて金をどんどん使ってもらいましょうっていう政策をやってる限り、やっぱり不支持の方たちも一定数増えてしまうのではないでしょうか。不支持率が強まりますと株価はもっとひどいピンチを受けるんですよね。株式市場は上がったり下がったりしながらですね、とりあえずはリバウンドタイミングをどこかでね実現すると思いますけども、この先夢油断しないでいたいですよね。何しろトランプさんが再選されたらもっと厳しくなると思いますよ。どっちにするのかはっきりしろと詰められると思いますね。なので私たち投資家はその辺を勘案したいですよね。というわけで、また明日15時に更新します。さて、いかがでしたか。木村よし子の気になる銘柄、毎週月曜日から金曜日に更新しております。また月の初めの1日正午には月刊木村よし子、そして月に2回木村よし子の経済都市伝説で面白いお話を見つけてきてはお話ししております。ぜひチャンネル登録の上ご視聴のほどお願いいたします。それではまた明日。